妬してるかな今頃トラのやつ。悪口やったらただじゃ済まねえからな。いくらなんでももう地道な暮らしに立ち返ってもいい頃だよな。そうね。俺はね、あいつが所帯を持ったら思いもかけず女房思いの働き者になるような気がするんだよ。よかった。それじゃ私も及ばずながら力になってみよう。どうぞお願いいたします。社長さんよ、あんたも一肌脱いでやってくださいよ。ええ、もう寅さんのためならね、一肌でも二肌でもすっぱだかになっちゃいますよ。明日から早速ね、嫁さん探します。はじめまして、志村千代と申します。すみません、いろいろと、うん、おかげで助かったわ。やっぱり男だって必要ね。お千代坊と二人差し向かいでね、一杯飲んでたんだよ。あら、大丈夫ですか。うん、お兄ちゃん、うん、お千代さんのところは女所帯なんだから、ずるずるしく押しかけたりしてご迷惑よ。だから、あいつと俺と幼友達だからいいんだよ。しかし、あ、これからはさもなる一方で、あなた方の商売も大変ですな。ええ、まあ寒い中ほっつき歩くな慣れておりますから。虎次郎さんとか言いましたな。あの面下げてさよ。あ、うちの公園にも当たってみたんだけど、誰も兄さんの親戚にはなりたくないらしいんですよ。そうか、身から出たサビだよな。社長の方はどうでした。ひでえ目にあったよ。今日はね、娘さんの縁談の話で来たんだよって言ったらね、のっけからね、まさか寅さんじゃないでしょうねってこう言いやがる。そうじゃねえとも言えねえからさ、その寅さんですよって言ったらね、来ていた娘がいい年しやがってわって泣き出しやがってよ。今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。